はい、どうも、ウェーレスパサカやっていきたいと思います。はい、ハンサ、アップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。で、まずはね、新キャラクターたちやってまいりましたので、そちらから見ていきたいと思います。水着のウド、ライフセーバー振動。ね、ウドちゃんも振動も、ね、過去に旧バージョンで猛威を振るったキャラクターたちでありますので、ちょっと期待できるところはあると思ってます。はい、まず、ウドちゃんなんですけども、ランクアップ筋力としましては、アームキャノンとフロストコントロール。ゴールキーパーがアームキャノンで、フォワードはフロストコントロールという形となっております。まあ、ミッドフィルダーのキャラクターなんですけども、ね、フォワードで使うようなキャラクターで来てくれました。で、上限アップとしましてはね、パワープラス2、テクニックプラ1。うん、一応ゴールキーパーでもっていう感じではあるけども、フォワード重視って感じになっております。まあ、これで、星宮、ね、サンタの星宮、もう無冠高校で使われることはなくなったのかなという状況でございます。はい。で、ウドちゃんはね、もともと練習効果アップがかなり高いキャラクターとなっており、このキャラクターがいるだけで経験点が稼げてました。うん、いいよね。で、おそらく水色なのかな？無冠高校のタイプはね。青だと思ってるので、スピードタイプで来てください。はい。そして、進藤高文。まあ、ライフセーバーバージョンですね。こちらは、テントリア来てくれました。まあ自分はちょっと予想してた部分はあるんですけども、まあ進藤くん来たら強いよね。無冠高校ね。うん。で、今回2金属としましては弾丸シューターとなっております。で、上限アップが4。うん。オフェンスプラ2、パワープラ1、スタミナプラ1。しかも、果敢なシュートライを取れるということで、かなり使いやすいのではないのかなと思っております。で、経験点ね、才能開花もありますんで、心。うん、精神がかなり稼げるようになっております。で、ちなみに、ウドちゃん言い忘れましたが、技術、稼ぎやすくなっております。はい、そして特攻効果はね、もちろん、進藤くんは持っておりますので、こちらを無冠高校で使いたいなという感じでございます。はい。で、まあ、テーブルですよね。うん。で、ちょっと残念なお話なんですけども、ウドちゃん、頻度がなくなりました。ね。でもその代わり、50になると練習効果アップ 50%。もともと 40% でめちゃくちゃ強いという感じだったのが、さらにパワーアップされたかなという感じでございます。うん。まあタックは強いけど頻度がない。でも実際、テクニックとメンタルの得意練習なんで、まあワンチャンね、うん、オフェンスに来てくれることも多くなったのかなと思えば、まあプラスかなと思ったりもしております。はい、そして進藤くん。まあこれはね、まあ言わずもがな強いです。得意練習頻度は、うん、50の時点で、5となります。まあこれ強いよね。本当に進藤くんの PSR50 欲しいっす。まあ PSR で握れれば結構な確率で50になるのかなと思ったりもしている部分ありますので、当たっていただきたい。まあ筋力ボーナスね、持ってたらもっと良かったんですけどね、技術と精神持ってるんで、ちょっとその辺は筋力が稼ぎづらくなってるかもしれません。まあスピードタイプなんでね、この2人とも。うん、そこで臨床を稼ぐしかないと思っております。はい。んで、まあ、それ以外の、うん、ガチャとしましては、これは無料ガチャでございます。水着オンリー、SR 以上、10枚確定無料ガチャが来てます。まあ、これはね、まあ、皆さん、回しといてください。まあ、特に、ね、これっていうキャラクターはいないんですけども、うん、SR、全キャラ出ます。ね、全キャラというか、1枚目か10枚目が SR なんで、はい。まあこれは引いといていいと思います。才能開花の、うん、素材にしてください。そして言い忘れましたが、サマーバケーションガチャ。こちらで、ウドウちゃんの振動、うん、来てますね。いやー、まさかの安井と、高山。来てほしくなかったな。ピックアップは、ウドウと、できれば振動だけにしてほしかったです。で、今回、PSR 確定が、うん、20% が8回あります。ここでね、ウドウちゃんが振動を引いて、ラストで違う方を引きたいっすよね。80連目で、うん、ピックアップ。高山と安井はやめてくれ。両方とも俺はもう PSR50 だった気がするんで。はい。お願いだから、そこはよろしくお願いします。もしかしたら48かもしんないけど。できれば、進藤と有働、両方とも PSR 手に入れたいところでございます。はい。そして、アームキャノンが来てますね、という感じで。あと、ウェルカムキャンペーンが回収されるらしいんで、うん、また見といてください。あと、全高校、消費、SP、割引キャンペーン、20になってます。いいですね。まあ、1000マル厳選する
ゲームでもないので、まあそんなあれですけども、まあありがたいですね。はい、そして、イベントとしましては、発掘宝探し。まあこれが来ているので、これはサクセスでやっとけばね、徐々にもらえるものとなってます。ドリル集めてね、まあしっかりとこれはこなしておいてください。はい、あとビッグディールが来てます。まあこれもいつものイベントなんでね、やっておいてください。はい、あとパワーサカーフェスティバル。まあこれは、まあとりあえず、水着ガチャと、あと洗濯チケット、もらえるようになってます。正直、あまりですが、もらっておいてください。はい、そして、まあメインのイベントとしましては、パワフルサッカー杯が来ております。まあ夏見ノア。まあ前からね、予告されておりました。夏見ノアちゃんがね、水着バージョンが、報酬ですよというものがありました。で、金卓は大号令。大号令ねっていう感じではある。まあ大号令はどこのポジションでもランクアップ金卓でございますので、まあ初心者、最近始められた方ならば確保しておいた方がいいかもしれない。このキャラクターいればどのポジションでも使えるという感じになるかもしれないという感じなんで、はい。まあゴールキーパーでもシャットアウト取れるってことで、まあどこでも使えると思っております。上限アップもね、パワー、テクニック、スタミナ。で、特技伝承はオフェンステクニックと。テクニックメンタルだった気がするんですけど、まあパワーアップしているという感じでございます。はい、このイベントはね、7月7日から7月9日で地方大会、地区予選が。で、決勝大会が、7月15日から7月17日という形となっております。まあ、2週に分けて、大会が開催されるという感じになりますので、まあ、サクセスのボーナス選手作っておいて、イベントと開始と同時にスタートダッシュを決めようという感じでもあります。まあ、今回このイベントは、まあ、いつものイベントっちゃイベントなんですけども、一応、ね、解説させていただきます。メインボーナス、ウドウと、シンドくんです。で、サブボーナスとしまして、最近、ね、出たキャラクターたちが来ております。まあ、これは無冠高校で作れっていうみたいなもんなんで、無冠高校で、作っておいてください。まあ、スタメン、スタメンで、まあ、しっかりと、ボーナスを稼いで、サブのキャラクターたち、ね、まあ、そこでね、どんな特能をつけるか。まあ、この特能の組み合わせで、いい特能を、金卓、狙って、つけていくと、やっぱり経験点が稼ぎやすくなりますので、まあ、俺的にはスマッシュヘッド、ボンバーヘッド、いつもそれで稼いでますが、まあ、その辺で稼げばいいのかなと思ったりもしてます。まあ、ガチでやるならばサブまで作りますが、まあ、そんなにガチでやらないのであれば、スタメン11に作っといた方がいいと思っております。まあ、そんなところですね。報酬は、まあ、全体報酬が、まあ、SR の大丈夫稼働、マックス4。まあ、PSR じゃないんで、まあ、そこまで頑張るとこではないのかなと思っているぐらいでございます。まあ、自分は、まあ、PSR ね、ノアちゃん、ゲットしておきたいなっていう気持ちもあるけど、どこまで頑張れるか分かりません。まあ、できるだけ頑張ろうと思ってますので、皆さんも頑張ってみてはいかがでしょうか。はい、本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。